そのような事態を発生させるような体制にしてしまっていたことについても、とても反省をしているところです。使途不明菌が判明したのは、全国 B 型肝炎訴訟熊本弁護団が管理する口座です。熊本県弁護士会によりますと、2016年から去年6月にかけて、弁護団代表を務めていた内川弁護士が管理する弁護団の口座から、複数回にわたって合わせて1億4000万円余りが引き出されていました。内川弁護士はこのうちおよそ9000万円を事務所経費や自宅のローンに流用したことを認めているということです。弁護士会は不明金は主に弁護士報酬で原告らに被害は生じていないと説明しています。内川弁護士はすでに退会届を提出していて、弁護士会は昨日付で内川弁護士の懲戒に向けた調査を始めました。熊本の代表の立場にあった人がこのような、私利私欲といいますか、私的流用をしていたことについて、とても残念に思っています。新たな体制でもう再発防止を徹底して信頼回復に努めていきたいと思っているところです。弁護団は業務上横領の罪で刑事告訴を検討しています。